お待たせいたしましたわ。それでは第8レース1着となられました、熊本の下田和美選手ですわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございますですわ。あら素敵な返しよ。さすがですわ。もう本当にね、ベテラン様はもうほんと言葉もいけてらっしゃる。今日のレース振り返っていかがだったですの？そうですね、木戸崎くんが頑張ってくれたんで、まあ恵まれました。はい、木戸崎選手とは同じ42歳同級生ライン。そうです、はい。番手でついてていかがだったですの？まあ42歳とは思えないまくり打ってくれましたね。強かったです。その中で直線、下田選手の余裕の差しでしたわ。ありがとうございます。ライン1-2も決まりましたわ。そうですね、はい。足の感触はいかがですの？まあ普通です、はい。前見日のインタビューでは練習の成果はいいけど結果が出ないんだとおっしゃってましたが、この1着はどうでしょう？あ、ちょっと久々の1着なんで嬉しいです。また来季にもつながりますわね。はい、頑張ります。では明日最終日もまた期待してよろしいかしら？はい、一生懸命頑張ります。では最後に明日の意気込みも込めて、熊本といえば先ほど熊本の選手に馬刺しを見せていただいたんですけれども、あのスイカが名産でございますわね。はい、いやスイカもですけど広田樹里君も有名です。広田選手も有名ですね。で広田選手のモノマネされます？今細かいもん、ね、ご覧になりました。もう一度お願いしましょうかね。あの熊本といえば広田樹里です。では広田選手のモノマネを、はい、ありがとうございます。